これまで本田選手が選手としてたくさんの監督のもとプレーしてきた中で優秀だなと感じた方はどうなったでしょうか。また理由も合わせてお聞きしたいです。岡田さん、ザッケローニ、ブロッキ、この辺はちょっとまあ優秀かなと思いますね。岡田さんはやっぱマネージメントの仕方がすごく見習うべきところがたくさんある人格者だなと思います。まあ人格者はみんな人格者なんですけど、やっぱ独特ですよね。岡田さんらしさがあるなと思いますね、マネージメントスタイルは。ザッケローニは、戦術がのビルディングがやっぱりすごく長けてたなと思いますね。でブロッキーも似てます。戦術のところのビルディングがすごく長けてます。